バトルする仲間を選んでくれ。キャラクターを登録する7枚まで登録できると登録するキャラクターになるから、このチームで戦うチーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦争開始。
チームの攻撃だ。ゴッドカメハメハモード突入。ゴッドカメハメ、ゴッドカメハメハを発動させるぞ。カードを取って火を最大にするんだ。そのカードを、よし、そのカード、その、よし、そのカード、よし、これだ。ゴッドカメハメハ成功。なんてパワーなんだ。連携効果で気力が回復したぞ。やるじゃないか。返しきれるほどの技を食らわしてやる。さっさとくたばりやがれ。ガンマブーストフラッシュ。K.O. おめでとう。見事な勝利だ。これが忌まわしい闇の力だ。これが今回のスコアだ。ウルトラクリアだ。バトルアプリのチーム想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ハイスコアだ。ゲットだ。バトルアプリ発見。バトルアプリ来いや。もっと強くなれる。あとバトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。ゲットアップだ。レベルダメージがアップしたぞ。仲間とのユニットが変わったぞ。仲間と絆レベルアップだ。絆レベルアップだ。ここは今は通れなさそうだ。やったな、レアチケットだ。
バトルする仲間を選んでくれ。キャラクターを登録すると7枚まで登録できるぞ。登録するキャラクターを私がやってやるよ。このチームで戦うならチーム決定だ。おいみんな一緒に戦う。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンド。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると戦闘開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。身の程知らずで。スーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。スーパードラゴンボールを持ったまま勝利。仲間のアゲルを発動だ。ヒーローへのアゲルを発動だ。ラウンド1。仲間のアゲルティに首をつける。敵のアビリティを発動だ。アゲルティを赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。スーパードラゴンボールの君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。デモンズボール。敵のアビリティ発動だ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。スーパードラゴンボールを守ったぞ。仲間のアビリティ発動だ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。いいガードだ。スーパードラゴンボールを守ったぞ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ラウンド2。敵のアビリティ発動だ。アビリティ赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。仲間のアビリティ発動だ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。
インを枠とし、パートナーを枠の中に入れるんだ。バトルタイプが揃ったぞ。アビアタック発動。スピード。2枚のカードをこっちへ、パワーを貯めるんだ。パワーが溜まったぞ。パワーが溜まった2枚のカードを割り、この完璧なコンビネーションだ。打ち落とす。発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に。バトルアプリセット完了。仲間のアメリティ発動だ。赤いエリアに入れるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。これだと行くわよ。エグザー任せる。よし、待って、バトルアプリ効果発動。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル3だ。スーパードラゴンボールのレベルが上がった。次のチームの攻撃だ。ゴッドカメハメハモード突入。ゴッドカメハメハを発動。ゴッドカメハメハを発動させるぞ。カードを取って火を最大にするんだ。今引き上がっているぞ。そのカードを1の枠に移動するんだ。そのカードをポチッポチッ。そのカードをポチッ。これだ。今回のスコアだ。スーパードラゴンボールをゲットしてスコアがアップしたぞ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ゲットだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。あとバトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。ヘルアップだ。また強くなってしまった。仲間との絆レベルアップだ。you
よく頑張ったな。君たち